届いた iPad Pro に文字を入れてみたいと思います。こうやって文字を打つところを押しますと下からキーボードが出るのはいつも同じですが、これを届いたスマートキーボードここにくっつけますとキーボードが下がってこちらが使えるようになります。これで文字を打ってみます。そうするとまだ日本語入力がオンになっていないので、今度はキーボードのここにありますかな、こちらを押して、それからこれちょっと大きいエンターキーですね、パソコンと同じ役割をします。開業をしましてもう一回打ってみます。こんな風に日本語の切り替えはキーボードについているかなを使います。ではもう少し打ってみましょう。こんな感じですね。パソコンと同じぐらいの感覚で文字を打つことがどんどんできそうですので、これでブログとか文章とか書けちゃったらもうほんと楽ちんかもしれません。折りたたんでパタッとパタッと、そして入れちゃえばこの薄さですからノート型を持っていくよりも断然薄くて済みますね。いい相棒になりそうです。